渋野ひも子の賞金獲得状況と今後の大会展望渋谷も子選手の最新成績と賞金獲得額渋谷も子選手は LPGA ツアーの一環として行われたダウ・グレート・レイクス・ベイ・インビテーショナルダウ・グレート・レイクス・ベイ・インビテーショナルにおいてペアを組んだ勝みなみ選手とともに20位タイでフィニッシュしましたこの成績により 渋野選手は約200万円の賞金を獲得しましたこの金額は現在のカバサイレート1ドル160円を元にした概算ですシブ野ひむこの2024年の賞金獲得総額今シーズンの渋野選手は多くの大会に出場し着実に賞金を積み上げてきました特にメジャー大会での活躍が 彼女の賞金総額を大きく押し上げています。現在までの賞金獲得総額は約1億2000万円に達しておりこれには全米女子オープンや全英オープンでの上位入賞も含まれています最新のランキング状況渋野ひま子選手は最新の世界ランキングでも上位に位置しています現在のランキングは30位となっており これは彼女の一貫したパフォーマンスとメジャー大会での活躍が反映されています。このランキングは、今後の大会での成績次第でさらに上昇する可能性があります。タッシュエビアン選手権への期待シブの選手の次なる挑戦は7月11日からフランスのエビアンリゾートで開催されるエビアン選手権 The E-AN Championship です。この大会は、LPGA ツアーのメジャー大会の一つであり、 あり世界中のトッププレーヤーが集まる重要なイベントです渋野選手は過去にもエビアン選手権で優れた成績を収めており今回も上位進出が期待されています彼女の強力なショットと安定したパッティングはこの大会でも大きな武器となるでしょう特にエビアン選手権はコースの難易度が高く戦略的なプレーが求められるため 渋野ひまこ選手の今後の展望渋野ひまこ選手の2024年シーズンはここまで順調に進んでいます賞金総額はすでに1億2000万円に達し今後の大会でもさらなる活躍が期待されます特にエビアン選手権は彼女にとって次なる大きな挑戦でありこの大会での成功が 彼女のキャリアにさらなるる輝きを与えるでしょうファンやゴルフ愛好者は渋野選手のプレーを楽しみにしており彼女の成長と成功を心から応援していますエビアン選手権での彼女のパフォーマンスは間違いなく多くの人々に感動を与えることでしょう渋野選手の今後の活躍にますます期待が高まりますこのように 渋野日向子選手の賞金獲得状況や今後の大会展望について詳細に見てきました彼女のこれまでの努力と成果がこれからも続くことを願っていますエビアン選手権での彼女のプレーに注目し引き続き応援していきましょう